はい、こんにちは、ヨッシークレレヨッシーです。今日は代理コードの話をちょっとしてみたいと思いますね。C というコードがあります。これは Em に置き換えることができます。これをちょっと話しますね。 C というコードは、時として C メイジャー7に、することがありますね。C のコードがドミソというコードなんですね。そして Em っていうのはミソシというこういう3つの、音でできております。これが C ですね。これが Em。 そしてこの2つが合わさってるとどうなるか。ドミソシ、すなわちミの音が共通、ソの音が共通、この2つの音が共通なんですね。そしてその共通の音以外の音が C にはドが入っている、 Em にはC が入ってる、ということでこの C メジャーセブンスというこれですね。これは2つのコードが合わさった、重なったといいますか、合わさった音で、できているという複合コードとでも言うんでしょうか。そういった解釈ができます。次にマイナーセブン、 D マイナーセブンっていうコードを考えてみますと、 D マイナー、まず D マイナーというコードなんですがね、こういったレファラでできてますね。レファラ、レファラ。そして、Dm7 っていうのはレファラド、こういった4つの和音でできているのが、これが Dm です。そしてこれを今度分解してみますと、これ下から3つは Dm ですね。これでマイナー、そして上の3つファラド、この3つがこれが F なんです。ですから D マイナー7は D マイナープラス F のコードが、重なったと、音が重なったという方に言えますね。共通の音はこれです。このファとラが共通。はい。そして大事なことは、もし楽譜に Dm7 って書いてあれば F を弾くこともできます。そして、Dm7を弾くこともできます。そして、もし楽譜に F と書いてあれば Dm7 を弾くこともできます。Dm と書いてあればもちろん、まあ Dm ですね。で Dm と書いてあって F を弾くこと、 Dm と書いてあって F を弾くことも、まあ、できます。で F と書いてあって Dm を弾くこともできます。ところが C と書いてあって Em を弾くことはできますが、 Em と書いてあって C を弾くことはできません。これは一方通行です。
C と書いてあって E マイナーを弾くことは C メイジャー7とみなされて、代理のコードとして、代用できますが、もし E マイナーと書いてあって C を弾いてしまうとちょっと感じが残念な感じになりますので、その辺はこの一方通行でありますということですね。これは Dm7、Dmf どれを使ってもまあさほど響きには影響ないと思われます。ただ、まあ、補足をするなればキーというところによるんですけども、なんという調の中でこの Dm やら F が使われてるかというところもあるんですが、まあだいたい8丁調、2単調の中で使われてる分にはさほど影響はないと思います。F と書いてあって、Dm7 を弾くということは F の6、これはイコール音の構成としてね、イコールは F の6、これとまあイコールになるので、Dm7 と書いてあって F を弾くときは F6 というコードとして扱われるという具合ですかね。はい、まあざっくり話しましたが、代理のコード、代用コードっていうんですか、代理のコードっていうんですかね、代理コード、代コードですかね、代用コードですかね。はい、まあこういう方になりますね。学生さんが見てたらちょっと恥ずかしいですが、代理のリの正しい書き方はこうですね。はいはい、余談になりましたけど、はい、今日はこういう話でした。それではまた、バイバイ。